こんにちは、ザバチャンネルです。皆さん、今日はね、初っ端なんですけれども、発表させてください。なんと、ザバチャンネル、YouTube チャンネル登録5万人突破、ありがとうございます。いやー、本当に、ありがとうございます。5万人と、いうことでね、ザーチャンネルね、2015年の夏から、ちょうど中国で、世界陸上が行われた年から、始まりまして、そしてそこからですよね、一達成、二達成、三達成と、年を重ねるごとに、皆さんのね、ご協力そして応援をいただきまして、ついに、7年目、そうなんですよ。この2023年が今度8年目ということでね、いや本当に、皆さんの、応援の賜物なんじゃないかなと。まあ YouTube、このね、ザーチャンネルっていうのは本当、僕が作ってるんではないんですよね、ザーチャンネルっていうのは。やはり皆さんの活躍、そして応援してくださる皆さんの声援があってこそのね、この僕、ザーチャンネル、と思ってるので、まあ、ぶっちゃけ言えば、ザワチャンネルって僕が主役ではないんですよね。ここに取り上げられる、そしてこれを応援してくれる皆さんが主役と、いうことでね、本当に、ありがとうございます。でですね、まあ、このまま何もなくね、5万人達成しました。ありがとうございます。でね、終わってしまうのも、ちょっと寂しいなっていうね、気もするので、皆さん、お知らせです。今週の土曜日、夜8時からですね、ザーチャンネル、チャンネル登録5万人突破記念 YouTube ライブを、行いたいと、思っております。そうですね、皆さんの、コメントなり、そして、ゲストに、一緒にね、この YouTube、ザーチャンネルを立ち上げましたノブを、交えてですね、この解説当初の苦労話であったり、思い出話であったりと、そして、皆さんの、コメントをね、返しながら、1時間2時間、5万人達成ライブ、やっていきたいなと思っておりますので、ぜひとも皆さんこちらね、ご参加、いただきたいなと思っております。そして、なんとなんとこのね、5万人達成を記念いたしまして、超豪華なプレゼント企画、こちらもね、ご用意しております。当然、そのね、ザーチャンネル YouTube ライブで発表されるキーワードですよね、これをですね、しっかりと記憶して、後から、まあ、いつも通りね、Twitter の方で、そちらね、キーワードと、商品の名前を書いて、投稿していただきまして、そして抽選をして、まあ、発送するというね、流れになると思いますので、ぜひぜひ皆さん振るってね、ご参加いただきたいなと思います。そして気になる、5万人、達成ライブのそのプレゼント商品ですよね。皆さん、今回ね、先日、都道府県駅伝、広島でね、行われましたけれども、そちらに、出場されましたとある選手、もう皆さん、ご存知だと思うんですけれども、そちらの選手から、いただきました、もうザワチャンネルオリジナル、もう唯一無二の、プレゼント内容となっております。いや本当にもう日本にというか、もう世界に一つしかない、商品だと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん、その商品の発表、まあ、この YouTube ライブでね、皆様に、お知らせしたいなと思っておりますので、いや本当に今回の、5万人達成、もう区切りもいいですよね、5万人なので、達成ライブ、ぜひとも、ご参加、していただきたいなと思います。それではそれでは、オープニングトーク、長くなってしまいましたけれども、ザワチャンネル陸上魂、今週も行ってみましょう。Sometimes it is disaster, sometimes we are free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just want to breathe.西暦2023年1月26日、木曜日、午後3時、
皆さん、いかがお過ごしでしょうか。昨日はね、とんでもないドカ雪、まあ、僕もね、広島に住んでいるんですけれども、いやすごかったですね。まあ、火曜日の夕方昼過ぎぐらいからね、ちらちら雪が降り始めまして、いや本当にちょっとずれてたらね、都道府県駅伝に直撃していたんじゃないか。いやあれがもしもずれてたら本当、レースできなかったんじゃないかなと、いうふうにも思いますので、いや本当にね、日にちがずれて、よかったなと、いうふうに思うくらいのドカ雪が、降っております。もうねだいぶ、雪の方はね、溶けてきたんですけれども、いや改めましてザワチャンネルです。もうね、土曜日には、5万人達成 YouTube ライブ、本当にね盛り上げてやりたいと思っておりますので、皆さん、ご参加の方ね、よろしく、お願いいたします。今日のね、ザワチャンネル陸上魂、まあ、久しぶりになるんですけれども、やっぱりね、先日、行われました、都道府県男子駅伝のね、エピソード振り返りなどなどつらつらとね今日喋ってみたいなというふうに思うんですけれども、まあ、あの僕広島でね、仕事してるんで、やっぱりね、目につくんですよね。その都道府県駅伝の思想なり選手の皆さんのね、行動がね、大体そうですね、早いところはねやっぱり1週間前ぐらいから、広島入りしまして、まあ、特に、寒い地方ですよね、都道府県、まあ、北海道であったり、まあ、雪が降るところはなかなかこの練習がやはり練習場所の確保、雪が積もってたらやっぱり走れないので、まあ、そういったところもあって早めにこういった広島にね、入ってくるっていうのはあると思うんですけれども、そうなんですよ、あの僕木曜日かな、ちょっとね、昼に時間があったので、都道府県駅伝の1区のコースをね、歩いてたんですよね、とぼとぼと。そしたら、あの、北海道チームのジャージを着た選手2人が、僕の後ろからさーっと、走って追い抜かしていきまして、何人かね僕も、北海道チーム、知り合いがいるので、もしかしたらその選手なのかなと、いうことで、僕あの第一中継所、あの高校生区間と中学生区間ですよね、1区と2区の皐月渡しになります第一中継所まで、行ったんですよ。そしたら、あの、大井先生、東海大、札幌のね、大井先生が、まあ、今回監督だったんで、まあ、来られていたんですけれども、いや、久々に、大井先生に、お会いいたしまして、まあ、大井先生も僕の顔を見られる、ああ、ザワチャンネルみたいな感じで、言っていただいてね、本当に嬉しかったんですけれども、あの、大井先生と僕ね、何年前かな、僕が一度、3年前、4年前ぐらいに、東海大記録会に参加したことがあるんですよね。1500メートル実際走ったんですけれども、まあ、その時、大井先生もね、札幌、東海大札幌の選手を引き連れて、まあ、この東海大の記録会に参加して、まあ、その時にちょっとね、ご挨拶もさせていただきまして、まあ、その時からの仲なんではありますけれども、大井先生と久しぶりにね、でその時まだ高校生ではなくてね、中学生の選手3人がね、その第一中継所にいらっしゃいまして、まあ後から、後藤選手、東海大札幌、そして札幌山の手、大橋選手が、まあ、合流するという、まあ、豪華な、はい、選手たちがね、こう集まって、ちょっとまあ、そこで時間があったので、まあ、お話もさせていただいたんですけれども、やっぱりね、そういうことが起きちゃうのが、この都道府県、男子駅伝なんですよね。で、まあ、その次の日ですよね、金曜日、もうすごかったですよね、もう思想で、もうほとんどのチームが、もう、広島入り、していたので、まあ、練習場所っていうか、決まったところっていうのはね、あの西区に、陸上競技場があるんですよ。中電工さんとかが、練習するようなね、大きな都道府県駅伝がね、始まった頃の、まあ、ゴールですよね。なっては競技場が、近くにあるので、まあ、そこで練習される、方もね、選手たちもいると思うんですけれども、やっぱり、まあ、試走する選手が、数多く見られました。はい。まあ、前日ですからね。で、その時に、まあ、僕が見かけたのは、まあ、なかなかちょっと
遠かったので、顔をね、確認することもできなかったんですけれども、まあ、その中の一人で、判明したのが、東海大札幌、先ほどね、お名前出ましたけれども、北海道代表、日立物流、まあ、僕どもね、乃木坂フリークと、言っても過言ではないでしょう、小松洋平選手が、3区を走っていたということなので、そうなんですよ。だから僕大体ね、まあ、分かっちゃうんですよね。やっぱその広島で仕事しているので、で、まあ、コースの方に行けば大体思想している選手がいるわけじゃないですか。で、1区を思想している高校生だったり、5区を思想しているね、高校生であったり、そして、先ほども言ったように、まあ、3区であれば、まあ、実業団大学生の選手が、まあ、走っているというのがね、ある程度分かってくるんですよね。まあ、そういった楽しみ方も、このね、現地、広島に住んでいる、ものならではなんじゃないかなというふうにもね、思うんですけれども、まあ、前回と言いますかね、2年ね、2回大会、延期が続いたので、まあ、3年前かな、3年前の時は、僕金曜日が休みだったので、先ほども、話出ました、小松選手とね、宮島なんか行ったりとかして遊んでいたんですけれども、まあ、今回ちょっと金曜日、休めなかったね、仕事をね。なかなか、1日オフで開けることができなかったので、まあ、結局、まあ、仕事をしながら、そういったコースに行った時に、ちょっとまあ、選手たちを見るというところで、ずっとね、まあ、その思想を張り付いていたわけではないですけれども、まあ、小松選手をはじめ、何人かの選手をね、3区のコースで見かけたと、いうことがありました。いやー、本当にね、まあ、テンションはやっぱ上がっていきますよね。思想って、まあ、前日、前々日とかにやる選手たちもいれば、まあ、1回、その12月下旬ですよね、宮古高校駅伝が終わった時に来る、選手たちもいますし、事前合宿みたいな感じで。そして、まあ、年が明けて、箱根駅伝とかが終わってから、合宿としてね、また、来る、都道府県もね、あったりするので、結構ね、その高校駅伝が終わってからね、この都道府県のコース、道沿いをね、歩いていたら、結構出くわすんですよね。まあ、それがね、まあ、今まではずっと当たり前だったんですけれども、まあ、22年、21年とね、まあ、なかったので、まあ、ちょっと寂しいなという時だったんですが、まあ、今回、3年ぶりに、そういったね、もう始まる前からね、この興奮が、湧き起こってくるみたいな、日々を過ごさせていただきました。で、まあ、開会式ですよね、土曜日、行われたと思うんですけれども、まあ、僕もね、昼過ぎには、会場の方に、行きまして、まあ、全然僕はアポとかなかったんですけれども、まあ、選手たちのね、会場入りするところをちょっと見てみたいな、みたいな。で、あと、会場入りする前であったり、あと、開会式が終わった後であったり、記念撮影を、県によってはね、会場周辺でやったりもするので、まあ、そういったところもね、まあ、写真撮ってみたいなと思っていたので、まあ、行ったんですけれども、いやー、本当に、豪華な顔ぶれが、ずらずらずらと、やってきて、いただきまして、まずね、兵庫県、まあ、これはツイッターでもね、動画上げたんですけれども、兵庫県の、はい、集合写真。そしてやっぱり、いっぱい撮れたのはね、熊本県チームですよね。こちらもね、しっかりと会場前で、集合写真を撮られておりまして、で、ちょっと熊本県チーム、お世話になりました。慶西高校。ね、楠岡義弘選手というね、高校3年生、13分台なんだ。はい、いらっしゃると思うんですけれども、慶西高校のね、今の監督さんっていうのが、日体大 OB の中村さんというね、方なんですよね。箱根駅伝、ずっと見てらっしゃる方はね、記憶に新しいと思うんですけれども、昔日体大が予選会から箱根駅伝の総合優勝、かっさらったというね、会があって、あの時に、主務をね、務められていた方が、この中村さんなんですよね。で、今は、熊本に戻られまして、慶西高校の、監督をされているということで、去年ね、やはり、楠岡選手っていうのが、ドカーッとね、やっぱり、熊本県、陸上界をね、やはり、席巻といいますかね、盛り上げていただきましたね。何度か僕もね、競技場に、足を運ぶために、まあ、中村さんと、お会いする、機会もありまして、いろいろとね、お世話に、なったんですけれども、しっかりと、熊本県チームのね、写真、撮らさせていただきました。まあ、僕も一緒に、撮らせてもね、いただいたりもしたんでね、本当に熊本県チーム、ありがとうございます。そして、都道府県駅で、お疲れ様でした。いや、井川選手、そして、鶴川選手。
ね、お話しさせていただきましたけれどもね、まあ、特にね、鶴川選手、怪我の具合もね、ちょっと気になってはいたんですけれども、戻ってきたと。まあ、2023年シーズンはしっかりとね、頑張りたいというふうにもおっしゃっていただきましたので、やはりね、鶴川選手の、総力、そしてラストスパート、これはね、本当は青山学院大学にとってね、今回、2023年シーズン、本当にね、武器と、なると思いますので、ぜひぜひ、怪我に気をつけてね、頑張って、いただきたいなと、いうふうに、思います。そして、やっぱりね、この話題をかっさらったのが福岡県太田選手の人気度ですよね。めちゃくちゃすごかったです。はい、これ閉会式後もそうだったんですけれども、閉会式後僕ツイッター上げましたよね、太田選手の盛り上がり。いや、普通サイン書いたり写真撮ったりするっていうのは大体ファンの方って並ぶんですよ。並ぶんですけれども、太田選手ね、並ぶところじゃなくて取り囲まれてました。最後尾かね、どっかね、全然わからない状態でね、本当に、とえふたえ、もう黒山の人だかりの真ん中に太田選手、囲まれていたと言いますかね、本当にすごい人気だったので、まあ、今回ね、実際都道府県駅伝、出走はありましたでしたけれども、やはり、箱根駅伝のね、2年連続の構想っていうのはね、いや、本当に、すごいことなんだと。しかもね、イケメンです。めちゃくちゃイケメンとね、いうことで。もうその人気度にね、ちょっと大牟田高校の赤池先生もね、ちょっと嫉妬してしまうぐらい。ちょっと話してたんですけど、赤池先生と。あいつ走ってねえのになぁ、とか感じで。まあそろそろ、閉会式が始まるんで、ちょっとね、このままで収集つかないから、そろそろ打ち切って閉会式にね、参加させようと思います、みたいな感じでも言ってましたけれども。まあそういったね、現地のその盛り上がりといいますかね、駅伝だけではなくて、そういった、開会式とか閉会式でのそういった一面も見られるのがね、やはり、都道府県駅伝なんじゃないかなという。まあしかもちょっと緩いんですよね、やっぱりね。やっぱり学生、こう箱根駅伝であったり、出雲駅伝であったり、全日本とか。で、あと高校駅伝のね、宮古駅であったりとかで、やっぱりちょっと学校の、はい、イベントじゃないですけれどもね、そういった、まあ、ぶっちゃけたらもう本当に真剣勝負の、レースなんで、結構会場始まる前も、終わった後もね、まあ、ピリピリ感というのはやっぱあるとは思うんですけれども、まあ、都道府県、それに比べれば、やはりちょっとね、まあ、緩いと言いますか、まあ、お祭りではないんですけれどもね、やっぱり、強度の期待を背負って、まあ、走ってるわけなんで、まあ、選手の皆さんもね、本当本気で、走ってるとは思うんですけど、まあ、それに比べれば、ちょっと、ライトな、ソフトなね、雰囲気があるっていうのもこの都道府県駅伝の、魅力でもあると思いますので、まあ、ぜひね、まだ現地観戦行ったことないんですと、いう方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、広島ね、都道府県駅伝現地観戦、お越しいただきたいなというふうに、思います。まあ、僕もね、レース当日、まあ、動画でもねちょっと撮りましたけれども、追っかけをいたしまして、いや、ぶっちゃけすいません、初めて全区間といいますかね。まあ、結局、7区間中5区間かな。5区間。まあ、中学生を除く区間、5区間をね、追っかけして、現地観戦したんですけれども。いや、ほんと疲れます。めちゃくちゃ疲れましたね。だから結構カメラで撮ってらっしゃる方とかっていうのはね、本当にこれを毎回やっているのかというぐらい、もう電車とね、選手の通過時間とこうね、見比べながら、本当に大変だったと思うんですけど、ぜひぜひ、私は6区間、いや、すべて回りましたという方がいらっしゃいましたらね、ぜひぜひコメントお寄せいただければなと思います。いや、僕はもうちょっとこれ5区間が多分、いやー、限度だろうなーっていう。中学生区間を見に行こうと思ったら、ちょっと他の区間を捨てなければいけないのかなっていう感じにもね、実際やってみて思いましたので、そしてですよ。そしてですよ。これ驚きだったんですけれども、なんと、最後アンカー区間を見るときっていうのが、JR の西広島駅に着いてからコースまでですよね。実際はそうコースなんですけれども、もう最後尾の選手が通過するぐらいに僕西広島の駅に電車到着したんですよね。なのでそっからやっぱ見るためには、広島電鉄っていう西観音町の電停、観音町の電停、あそこまでね出なければ選手の通過っていうのは見れないんですよね。だからそうですね。まあ、そこまで、JR 西広島から何メートルあるかな？ 500 メートル以上、1キロはないとは思うん
ですけれども、まあ、ちょっとね走らなければいけないということで、私、走りました。背中にはね、カメラを、背負って、走ったわけなんですけれども、なんとその時僕の前に駅伝ニュースさん、西本さんが、こちらもカメラを担いで、走ってらっしゃいまして、しかもね追いつけなかったです。追いつけなかったです。で、聞けば西本さんね10キロぐらいの機材を、背負ったりとか、あとね持ったりとかして走ってたらしいんですけれども、僕全然それよりも、軽いのに、しかもなおかつ西本さんの方がね本当何歳年上なのかな、ちょっと西本さんの詳しい年齢知らないので、まあ一概には言えないんですけれども、まあ僕より年上なのは間違いないんですよ。にもかかわらずやはりね、日頃からやっぱそういうことをやってらっしゃるんでしょうね。まあ、やってますから、ひょい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 みたいな感じで、完全にちぎられました。まあ、その時のね、動画上がってますんで、ぜひとも、動画の方でもね、確認していただきたいなというふうに思うんですけれども、で、実はというと、本当にご無礼なお話なんですが、実は、西本さんとお話といいますかね、ご挨拶をさせてもらったことがなかったんですよね。ぶっちゃけ言いますと、この、7年間も、陸上のね、関係の YouTube を、流しながら、西松さんと直接話したことは今までなかったということだったんですけれども、今回、初めてちょっと、西本さんにね、ご挨拶させていただきまして、いやでもねやっぱここまでちょっとね、間が空いてしまうとなかなかちょっと僕からもこう行きづらいなっていうのもあったんですよね、正直な話。でもね、今回は西本さんの方から、ちょっとねお声かけをいただきまして、でそこでね、僕も改めまして、いや本当に、挨拶をしなければしなければと思っていたんですけれども、いやお会いできて本当に今日嬉しいですみたいな感じでね、ご挨拶させていただいて、本当に、心よく握手にもね応えていただきまして、その説は、西本さん、ありがとうございました。まあ、その後ねツイッターなんかで、今度は広島男子駅伝のねあまりにも細かい本出さなきゃいけないよねみたいなことまでねツイートしていただきまして、ぜひぜひ、その時はね私も協力惜しみませんので、ぜひとも、お声かけいただければなというふうに思っております。まあ、そんなこんなでね、長野県の、大会新記録で、幕をね閉じました。こちら都道府県、男子駅伝なんですけれども、まあ、その後、まあ、その次の日ですよね、先ほどもちょっとお名前出てきましたけれども、北海道の、小松選手と、朝ねちょっと一緒にお茶でもしましょうよっていう話はずっと出てたんですけれども、まあ、今回、小松選手がね、金曜日もう夕方ぐらいに昼過ぎかなでもう失踪しちゃうんで、ちょっと金曜日時間が取れそうにないんですよっていうことで、まあ、帰る前だったらなんとか、時間取れるんでその時にしましょうかっていう話で、で僕月曜日に朝からね広島駅のカフェで、ちょっとお茶したんですけれども、だいたい1時間ぐらいだったかな。1時間ぐらいほどね、いろんな、貴重な話も、いろいろと、いたしまして、本当に楽しい、時間を過ごさせていただきました。でも、後から考えたら、結局、一回もね、乃木坂のトークができなかったので、ちょっとそこがね、心残りだったかなと。まあまあ、今度はね、まあこういった、いろいろ自粛とか、そういったのもが解ければね、関東の僕も、競技会とかに行って、まあ小松選手と会って、またね、乃木神社であったり、丸彦さんであったりね、行ってみたいなと思っておりますので、その時は、ぜひとも、小松選手、お付き合い、いただきたいなというふうに思います。でもやっぱりね、月曜日の、広島駅はね、本当にもう帰宅するというかね、帰路に着く選手たちがね、めちゃくちゃ多くて、ある意味ね、あそこもスイートスポットと言いますか、月曜日の午前中の新幹線口もね、かなりカオスで、激アツな場所だなというふうに、思いました。なかなかその当日であったりね、レース後であったり、話せなかったと言いますか、お会いすることができなかった選手とも、お会いすることができましたし、まあ、特に、感動したのが、富士通の、塩澤選手。そして、順天堂大学のね、西澤選手と、スリーショット、ざわざわざわで、撮らせていただいたのがね、本当今回のいい思い出だったなというふうに、思います。まあ、西澤選手もね、これから実業団ということで、ネクストステージ。で、塩澤選手はね、もう富士通の選手で合宿の方にこれから、行きますっていう感じだったんですけれどもね、ぜひとも、塩澤選手も頑張って、いただきたいなというふうに、思います。そして最後ですよ。
はい、昼にね、ちょっとお時間をいただきまして、長野県の、ゴールテープ7区アンカーをね、務められました、立教大学、上野雄一郎監督とちょっと、ランチを、させていただきまして、ここでもね、1時間、いろいろな、お話をさせていただきました。本当に、上野監督ともね、こうやって時間を取って、あの競技場とかね、いろいろな大会とかで会うことはあったんですけれども、ゆっくりとこういうふうに多分、どうですかね、話したのっていうと、もう多分、日本黒館福岡なので、もうこれも2年前3年前の、話になると思うんですよね。まあ、久々の上野監督とのね、この陸上トークに、いやまたね、しかもいろいろな、また今度上野監督がね、今度監督としての、今度監督アングルの、またこの陸上界、大学陸上界の話もいろいろと聞けたりとかして、本当にね、有意義な時間を過ごさせていただいたなというふうにも思っております。そしてなんですよ、まあ、ここでね、やっとあの答え合わせができるんですけれども、今回の、5万人達成のね、プレゼント、こちら上野雄一郎監督からね、ご提供していただきました。いや本当に、ありがとうございましたね。これもうザワチャンネルオリジナル、でもう他ではやっぱり手が入らないと思いますので、これはぜひぜひね、 YouTube ライブ、キーワードをね、しっかりと聞いてメモっていただいて、ぜひとも皆さんね、振るって、応募していただきたいなというふうに、思っております。まあまあ、久しぶりのね、陸上魂でしたけれども、まあ、今回はね、都道府県、まあ、一色でしたね。はい、まあまあ、あの僕の場合は本当ね、12月の下旬から、もう1ヶ月近くね、この都道府県駅で広島に住んでいるということで楽しめているので、ぜひともね、来年も、開催されて、そして、皆さんのね、出場、お待ちしておりますので、またまた会う機会ありましたら、よろしく、お願いいたします。いや久々のね、陸上魂でありましたけれども、また来週も、ぜひともね、こんな感じで喋って、いきたいと思いますので、来週の陸上魂もぜひとも皆さん、お楽しみに、していただきたいなと思います。それでは次回の陸上魂で、お会いいたしましょう。今日はありがとうございました。5万人ありがとう。ライブ参加してね。ありがとうございました。